まだ書けないのかな、書けないんですよね。文字だと C は書けないんですよね。スイ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 小さいイですね。あースイスイスイになっちゃう。スイスイなんかツバ飛んだりしそう。そう、ベジタリアンとノンベジタリアンっていうのが、はい、本日の違う、今日のテーマで、はい、いや英語は別に今日のテーマで、ですよね、でそうで昨日はそのノンベジタリアンという言葉自体がおかしいっていう話が出てきたので、はい、今日は、はい、まあ、日本人が考えるのまずベジタリアンというのはどんなものなのかから入ってみましょう。はい、ベジタリアン、あの生駒先生とかあのインドに来る前にあのインドにみんなベジタリアンだと思ってた。いや、牛肉を食べないと思ってました。あ、そうです、うん、鶏肉とか食べるかもしれないけど、牛肉は絶対食べないと思ってました。じゃあ牛肉は食べますか。あ、もう私は何でも食べます。そうですね。何でもテリアン。豚肉も食べますね。はい、そう、そうなんですね。宗教によって違うし、宗教の中でもすごい厳しい人もいるし、全然ルーズな人もいるし、いろいろですよね。そうですね、あと世代によってもね。そうですね、ここら辺の世代はもう自由。ほとんどの人。じゃあ結構ヒンデー教でも牛肉食べる人とかいるんですか。そのヒンズー教徒っていうのも、その誰がそのヒンズー教に入っているのかっていうのもまたその長い話になるんですけど、例えば私のその親とかは牛肉とか豚肉を普通に食べてました。あの祖父も祖父母も、もう、あ、牛肉はあのうちでは作らないけど、あのレストランから買ってきて食べるっていうのはあります。特にケララ州はよくみんなもうヒンドゥー教の人も食べますね。そうですね、はい。それは普通にその歴史的に見て全然許されていたっていうことなんですか。そうですね、まあ、インドの歴史を見てもそうなんですね、うん、やはりそのまあ、グプタ朝ですか、うん、その800年前ぐらい、あ、1200年前ぐらいの、もっと前だと思いますが、グプタ朝からがその牛を食べてはいけないっていう、まあ、法律ではないんですけれども、牛を食べるのが、罪になるわけですよ。違法ではないけど罪になるっていう、だからいわゆるそのキリスト教的なその法律ではなくて、うん、罪人になるっていう、戦になるっていう考え方が、うん、その宗教的な罪になる。そうなんですね、はい。まあ、元々のあのベーダーとかを見ると、まあ、みんな牛肉食べてたってことですよ。儀式とかもあって、普通にね。だからそういう紀元前のあのインド人は食べてたってことですね。そうですね。でもあのもう現代になると食べてはダメっていうことも書いてあるらしいです。そうですね。あ、そうなんだ。昔の人は良かったけど、なぜかわかんない。厳しくなる。ああ、それもいろいろ説があって、ちょっと昨日ちょっとね、あの読んでみたんですけれども、あの仏教とやはりヒンとのその差別、あの仏教との区別が昔はなくて、で仏教というのは、仏教はインドのその仏教というのはその食べてはいけない、肉と食べて、あ、その食べてもいい肉があって、で食べてはいい、食べてはいけない肉にはいろいろ面白いものがあるんですよね。例えばそのライオンの食べてはいけないとか。食べられる、食べれるのかな。っていうか食べられるんじゃないかなと思って、便秘状のものじゃなかったか。逆に自分で殺して食べてはいけないって、そう、出されたら食べてもいいみたいな。そう、あの仏教はお布施でね、回って食べるのが普通だったんで、そう、その場合出された場合はありがたく頂戴しましょうっていうふうにはなってるんですね。でもそのまたその最初の話に戻るんですけれども、ベジタリアンも多分その日本人が考えているベジタリアンとインド人の間でもベジタリアンもいろいろあるので、例えばその肉は、例えばその肉、卵、
牛乳にすると肉を食べる肉全部食べられる人はやはりそのノンベジタリアンになるんですけれども、ベジタリアンは牛乳は大丈夫なんだけど肉と卵はダメっていう、あのオボベジタリアンとその呼ばれるらしいんですけれども、で あの牛乳え、そう卵は食べるけど牛乳と肉は食べないっていうベジタリアンもあって、なんかラクトベジタリアンっていう、そうなんか3種類あるで、一番上が上っていうか、そのその食べまあ一番上っていうか、そのなんていうか厳しいのがヴィガンですよね。ヴィガンはもうその3つともダメなんですね。あとニンニクとかもダメなのかな。ジャイナ教はですね、ジャイナ教はまあいろいろそのやはりその土の下のものは食べない。じゃがいもダメ。あ、そうです、玉ねぎはダメだから。いや玉ねぎとニンニクはダメ。あ、じゃがいもは大丈夫で、なんか体が臭くなるからダメみたいな。あ、そうか。好きになるものはいいんですか、食べても。まあ食べても、あ、それ、あ、そうそうそう、あの最近見た映画の中には、あの木から落ちない限りは食べないって、自分では取らないっていう、なんかジャイナ教の中でもすごく厳しい、うん、あ、いろいろあるみたいですね。はい、どういった生活をして、まあ、最近はねネットで注文すれば取ったものなのか落ちたものなのかも、ただその食品マークとしてベジタリアン、ノンベジタリアンと書いてあるのはインドだけだと思います。はい、食品マークが、あ、小松先生はインドね、2ヶ月ですか、3ヶ月3ヶ月ですね、ですね、はい、食塩マークに気づきましたか。あの赤と緑の、赤っぽい、そう、丸の S ですね、はい、あれも6年7年前からあの、法律上マークがないと、あ、あのもう市場では売れないですね、あ、そうなんですね、はい、でインドにはあれは全世界共通だと思ってるんですけど、それはインドしかない。インドしかないんですね。はい、最近日本ではハラール、あー、ありますね。そう、マークがついてるものは見るようになりましたけど、そうですね。インドのあれは初めてですね。はい、ハラールと一緒ですね。やはりそのハラールマークと一緒なんです。はい、じゃあハラールはベジノンベジですか。違います。違います。肉の殺し方、そう、潰し方、さばき方、潰し方ですね、潰し方、さばき方では、潰し方ですね、の問題、イスラム教的な潰し方が、それと違う潰し方をすると、それがハラルじゃなくなって食べられない。どうやって潰し方、あの、やはり水を与えて殺すとか、お湯にして殺す、そうだね、いろいろあると思う。あとイスラム教のまあ今日みたいなのを言いながら、あとこう、ここの首、ここを引っ張って、ここをこう固くして、で一発でこう切る、それだけ、素早く。だからあれなんです、あの、ここら辺の、お肉屋さん、その鶏肉屋さんに行くと、さばく前にこう水を飲ませる、飲ませてますね。そう、私もそう、水を飲ませるっていうの、うん、聞いたことがあります。で、確かに首引いてますね。そうですね。一番その大きな違いっていうのがですね、やはりそのヴィーガン、あのよくその海外 あの外国の方は、インド人はヴィーガンに向けてそのいわゆるベジタリアンの食生活を送ってるっていうのを考えがちなんですけど、ヴィーガンというのはその汚れとかの問題がなくて、ただ食べるもの食べないもの、まあ、倫理上の問題じゃないですか、つまりその動物を殺さないっていうことが元となっているんですけれども、今やっぱりあの人たちを見てると、食器も違うものを使うじゃないですか、その同じ食器を使わないっていう、家族の中、多分あの、まあ、家族にもよるんですけど、お客さんが来るとね、ベジタリアンとノンベジタリアンで食器を別々、それは言いますね。やはりその汚れの概念じゃないかなと私思うんです、うん、そう、だからそのノンベジとベジの家族、ノンベジとベジが一緒にいる家族だったら、その料理をする鍋とかも買えるらしいですね。だから
ベジ、ノンベジを料理した鍋は絶対にベジには使えない、うん、うちの祖母もそうしてました、うん、あの全く違う、あの置く場所も違うんです、うん、まあ置く場所は便宜でも、あの忘れちゃうから違う、そうでしょ、めっちゃなるだから絶対その同じ食器を使わないんです、そういうことになってましたね、はい、だからもう倫理上なのか、倫理上でヴィーガンになり、ベジタリアンになったのか、もともと何なんでしょうね、あのまあ宗教、宗教ですね、まずは宗教から入ってます。ヨーロッパ人も最近すごいヴィーガンが、ヴィーガンとかベジタリアンが多くなってきてて、でもあの人たちは多分その健康とか健康志向、健康とあと動物を、動物の動物を殺したくない、殺したくないっていう、そういう宗教とは別で倫理上の問題が入ってますね。そうだから私びっくりしたのが、私はそのベジタリアンって健康志向の人が多いと思ってたんで、あベジタリアンの人は勝手に先入観ですけど、タバコとかお酒とかやらないと思ってたんですよ。いるじゃないですか、ベジタリアンだけどお酒飲むしタバコ吸う人いるじゃないですか。いっぱいいますそれにちょっと驚きました、リブに来てから。そうですね、だから分けて考えないと、あ、リブリがつい熱くなってきましたでも、ただ最近こう私たちの年代になると、まあ、私たちの世代になると、家族がベジタリアンでも外ではこう内緒で食べる人も多くなりましたね。だから基本の話ですね。まあ政府による調査によると、もう 70% はまあ肉食なんですけど、30% がまあベジタリアンということで、うん、でも思うところは組織になるから本当はもう絶対 70% よりも多いと思います、うん、絶対多い。なぜかというとこう宗教的なこう道徳観で、うん、あの人には言いたくない人がいっぱい食べてる、そうそう、言いたくないっていうことで、でまあ政府が調査してる時に、まあ、これは名前とか出ないんですよと言ってるかもしれないけど、それでも怖くて言わない人がいるわけです、うん、でってことは、まあ、大体、まあ、この間新聞の記事で読んでたんですけど、大体本当は 80% ぐらいのベジタリアンだったんですよ、ね、実際はインドはベジタリアンの国だっていうのは、まあ、大きな間違いですね、はい。でまあ、そもそもノンベジタリアンという言葉自体、そうそうそう、変な言葉なんです ね, ですね。あれはインド英語で、他の国では多分使われてないと思います、まあ、英語の辞書探して、だってノンというのはあの否定する、あの、うん、非なんとかじゃないですか、ね、ノンベジタリアンというのは非菜食者ってことになります。でもノンベジタリアンとは野菜は食べてますよ、野菜を食べない人ってことになっちゃいます。逆にベジタリアンの人のことを非肉食者、うん、言ってほしいですよね。そうです。なんとか言っちゃいそうに。ひ肉卵なんとか。肉卵乳。だから海外ではあの何でも食べるのが普通。はい、だから名前をつけてない。つけてない、そう。普通じゃないことに名前をつけて。ビーガンになったり、ラクトベジタリアンになったりして。うん、あだっておかしいんですよ。だから北を引きたとか言わないじゃないですか。どうでした普通に南って言えばいいし。だってインフレになると一番最初にその物価が上がるのも、物価っていうかその高くなるのが玉ねぎとかじゃないですか。あ、そうですね、玉ねぎとかベジタリアンが使う、ベジタリアンが使うっていうか欠かせない、その食材がみんなが使う、みんなが使う、本当にびっくり。玉ねぎとジャガイモの値段がすごく上がります、一気にパン、トマト、トマトね、トマト、トマトは、そう、果物もそうですよね。あ、そう、玉ねぎ、肉はあまり変わらないですね。肉はそんなに変わらないですね、うん、ただ肉もだいぶ高くなります、ね、まあ、それは前中華、まあ、でも面白いことにテレンガナ州では、まあ、あのちなみにインドの中 の, その調査の結果で、うん、あのデレンガナ州が一番肉食の人が多い結果になってるんですけど、デレンガナ州のテレビ語のニュースを見てたら、
あと多分テルグ語の新聞もそうかもしれないですけど、うん、チキンの毎日の値段が書いてあるんですよ。え、そうなの？毎日の値段。毎日に値段が変わって。ダソリンと一緒。あ、ダソリンと金と一緒。金と金と一緒。テレンガナ新聞大体金の毎日、毎日値段が書いてあるんですけど、テレンガナ州はチキンも書いてある。チキンの変わるんですか、その毎日？変わりますね。テレンガナは結構チキンの値段が上がったり下がったりします。毎日なんかホワイトボードにその値段書くんですよね、朝。へえ。需要とかによって多分値段が変わったり。お祭りの時は高い。めっちゃ高いですね。ああ、そうなんだ。あ、これ初めて聞きました。その新聞には新聞にあるかどうかはちょっとまだちょっと分かんないですけど、あ、ニュースはね、はい、この間見ましたね。すごいですね。へえ、面白い。今日は晴れのち曇り、うん、ちなみにチキンがチキンがそう、私もそう、あのさっきね、ニュースに出てるっていうのは、うん、金っていうのはあの市場のその需要とあれで一つの、うん、まあその、その、需要と供給のバランスでバランスでもう決まっちゃうじゃないですか。で、チキンとかは鶏肉とかはなんか店によって違うのかなってと思ってたんですけれども、うん、いや店は一緒じゃないですか。鶏肉、うん、もう一緒だ。一緒ですよね。あ、あの一応一緒なんです。うん、あ、まあ、一緒って言っても、ま、その周りにあるその、店行ったらどこも一緒なんだけど、うん、どうなんのかな、製図が決めてるのか、何か協会があって、その協会が毎日決めてるのか、決めてるかもしれない。なんか肉協会。もうちょっといい名前にしよう。養養なんだ。養鶏養鶏協会。養鶏協会。じゃあ明日から鶏協会。チキン協会。なんか弱そう。誰の集いやと思って、ずっと昔の話なんだけど、水族館、日本の水族館、沖縄だったと思うんですけど、はい、あ、水族館で、あの、クジラがね、あってでもいいかなって、ちょっと話したら分かるけど、で、クジラをね、こう、眺めてたら、隣に、あの、例えば小学生くらいの子が来て、あ、美味しそうって言って、そのままの姿を見て、美味しそうって。それ分かりますよ。だってあの水族館でカツオとかが泳いでるじゃん。めっちゃ美味しそうって。そっか、やはりその水族館のマグロとか、マグロを見て、美味しそうって。思わないです。私は思わない。高知県だから、カツオを見ると台湾の。やっぱり脳の中にはもうスイッチが入っていや、マグロとか見てもそのままだったら思わないですね。本当に、うん、あですね。アナゴとか、アナゴってわかりますか？わかります。こんな太いやつですごい凶暴な顔したやつなんですけど、高知県ではそれを敵にして食べるんですよ。で、なんか豚肉のさっぱりした感じみたいなのでプルプルしててめっちゃ美味しいんです。で、なんかこの水族館にアナゴがいたら美味しそう。やっぱりなんで見てしまう、そんな目で見事してみて買い物仕方ないですよね。鶏肉見ても別にね、ペットとしては、うん、子供の頃はペット、あの隣の家にはそのペットとして飼われた、うん、その、鶏がいたんだけど、うん、それもう大人になってね、あ、その鶏もしょっちゅう飼わってるんで殺されたのか同じかと思って、別に話してもね、お座りって言っても座れるじゃないからずっと同じ鶏だと思ってずっと美味しそうと思ってた。いや、思ってなかった。思ってそのね、あ、可愛いとか、まあ、ね、ペットのようにその、うん、あ、なんていうの、その、うん、僕はその声かけてたので、ずっと殺されてたのは。逆に動物園とか行った時、
こうトラが見て僕らの方を見て美味しそうと思ったりしてステーキ美味しそう肉あんまり肉ついてないそればっかり思うんですよね。でも人間食べるのかなそもそも。じゃあトラにとって僕なんかはもう美味しそうな美味しそうなの油の乗った肉そういう風に見えるんですかねライオンとの。いや多分全然話がずれてる。ノンベジからまあ雑談ってそんなにはい、ということで、はいはい、とりあえず、ね、今あの2人インド人いるんですけど豚肉牛肉何でも食べるも食べるし、はい、インド人はベジタリアンの国ではないっていうのを印象が変わりましたということで、はい、終わります。はい、じゃあ、じゃあまた。